西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はサッシさん、男性40代埼玉県の方でありますが、平成を振り返ってどういう時代だったんでしょうかということであります。私はですね、何度か、申し上げてきてるんですけれども、平成31年間、これはですね、まさに昭和の終わりのですね、昭和の時代というのがまずですね、前半が戦争と占領、そして後半が、戦後復興の時代ですね。で、私実は昭和33年生まれですんで、まさに昭和の、後半時代生きてきたわけですね。で、生まれた時から高度成長時代に入りですね、昭和64年まさに、日本がですね、経済的には一番ピークの時代であったと思います。そして平成になってですね、平成になってから今度はバブルが、昭和の終わりから始まっていたんですけれども、バブルが始まりですね、そして束の間の繁栄がもたらされましたけれども、あっという間に終わって、あとは、不良債権処理からですね、完全なデフレ状況になってきている。まあ要するに昭和の前半が戦争の時代、後半が占領と復興の時代、とするとですね、戦争と占領の時代、それから後半が復興と成長の時代とするとですね、平成というのはその後を受けてですね、日本が完全自信を喪失して、再びアメリカ型の経済システム、社会機構を取り入れてですね、完全に迷走に入った時代というのが平成の時代だったと言えますね。ですから、そういう意味で言うと、次の時代はですね、その、混乱と迷走からもう一度立ち上がっていく、そういう時代にしなければならないと思っています。しかし、そのためには、その自覚がなければ困るんですね。混乱と迷走の自覚が、つまり、間違ったことをしてしまったと。で、その間違ったことをしてしまった一番の原因というのがですね、昭和の時代、昭和の時代の前半は戦争の時代でありますから、これはまさにですね、明治以来、日本は外国の勢力によってですね、この蹂躙されてきたアジアの中で、唯一、この独立国として生き残ってきた国でありました。西洋列強の圧力を跳ね返すために、西洋列強の仕組みをそのまま取り入れてやっていたと。その結果戦争になりですね、領土拡大、そういう思想に取り継がれていって、どんどん大陸に入ってしまったということですよね。で、そこで、その敗戦の後ですね、日本は、そのアメリカに占領されている間にですね、とにかく国の制度、これがですね、そもそも、天皇制というよりも、陸軍海軍含めですね、この軍部が独走するのを抑えることができない、つまり、天皇の名のもとにですね、統帥権という名のもとにですね、天皇陛下の軍隊として、次々、この議会を、の決議を経ずにですね、勝手に戦争をやっていくというとんでもないことをやってきてるわけですよね。そして政治も議会もそれを追認する仕組み、だからこの仕組みどっかでやっぱり変えなきゃならなかったというのは私はあったと思います。しかし、そのアメリカの占領によってですね、そういうところの変化はあったものの、そもそもあの戦争何だったのかということの整理がつかないまま、今言いましたように、要するに日本の防衛のために、自ら西洋列強の真似をして、結局西洋列強と同じような過ちを行ってきてしまったという、まず大反省が日本にも必要なんですけれども、要はそこからあとですね、じゃあ、それを直していくということをやらなきゃならないんですけれども、今言ったところのことが全く整理できてませんよね。で、そんなことは自分で整理するまでもなくて、アメリカ側にとにかく日本は、まだ子供だと、民主主義を教えてやると、まずは憲法改正だと、国の形を変えらさせていくんで、生かされるんですけれども、そこで、そういうふうにされているということをですね、指導者は自覚していたでしょうけれども、国民側にそういう説明のないままにですね、占領政策進められ、そして吉田時代はですね、その占領政策をその後も占領後も続けていくという、吉田ドクトリン、これは経営武装で経済再生編が第一だと、そして、アメリカに追随していくという、これが保守本流という形で戦後の自民党政治を作っていくわけですよね。そしてそれが成功したのが、成功したように見えたのが昭和30年以降のですね、昭和の後半だったと思うんですよ。で、ところが
そのツケが今度平成で全部回ってきてるわけですよね。つまり、戦後の、そういう、発展ができたのは、一つは、東西冷戦というですね、大きな仕組みの中でアメリカが、同盟国、まあ、保護国として日本をですね囲って経済的にも支援をしてきてくれたと。でその恩恵を日本は受けたことは間違いないわけですね。しかしそれはアメリカのそういう戦略があったからですよ。ところがアメリカはその後ですね、もう東西冷戦が終わってしまってるわけですから、今度は、自国の利益をもっとですね如実に、この要求してくる。それがまあまさにグローバリズムという形でですね、経済や政治機構さまざまな形で改革が行われてきたのが平成の大改革ですよね。でこれは占領中ではありませんから、日本が自主的にですねアメリカの圧力ももちろんあったかもしれませんが、まあ、自主的に議論をしてですね、まあ、喜んでそっちの方向の改革をしていったわけですよね。で経済の仕組みも政治の仕組みも、まあ、アメリカに似さして、いわゆる、中選挙区から、この小選挙区制、そして道州制はやりませんでしたけれども、道州制も含めたですね、まあ、統治機構改革というのが行われてきましたね。でその結果何が起こったかと、政権交代は行うことができましたけれども、政治の安定性というのは随分欠けてきたのも現実ですよね。でというのは、かつての日本の経営の仕組みや統治の仕組みというのはですね、アメリカに憲法を改正させられたけれども、まだまだそういう経済や、それから統治の仕組みはですね、戦前からの伝統がずっと残っていたわけですよね。で中選挙区制という形で、まあ、それぞれ候補者を複数の選挙区の中で一人選んでいくと。で誰か一人二人落ちるかもしれないけど、何人か受かるというですね、まあ要するに小選挙区制のように民意が極端に出るんじゃなくて、それぞれの少数政党もそこで受かってくるし、党内でも、複数の人が受かってくると、同じ党でも。でその中で、まあ、派閥ができたりですね、それから野党との間で、まあ、いわば、この片っぽ緊張感はあるんだけれども、絶対片っぽが落ちることになりませんからね。ある種の緊張関係と同時に協調関係で政治というのが動いてくるという仕組みで、経済も同じなんですね。経済も、いわゆるこの協調主義でしたから、分配率も高くですね、社長がもらってる給料と新入社員のもらってる給料とあんまり変わらないと、まあ、そういう仕組みがあって、そして、株主のものではなくて会社はこの従業のものなんだという、まあ、そういう精神で終身雇用を守っていったおかげで、長期的なですね、この効率のいい経営ができるようになってきた。まあ、これら全て、バブルの後始末でですね、そういう仕組みをなくしていくわけですよね。でまさに、昭和の時代に成功した、そういう仕組み、この裏側にあったのはアメリカの経済的な援助、東西冷戦がゆえにアメリカがそうしてきたこともあったんですけれども、今度それが東西冷戦がなくなった後はですね、一挙に、敗戦の後の占領の時のようにですね、またもやアメリカの方に突っ走っていって、たまわな混乱をもたらしていると、というのも、まあ、日本にとって宗主国のようなアメリカ自身がですね、大混乱になってるんですよね。今まさにトランプさん出てきてますけれども、アメリカが分断されているということがよく言われますけれども、そういう分断というのが出てきた、まさに日本とは全く違う価値観ですよね。日本人はやっぱり協調なんですよ。で協調があるのはやっぱり単一民族だったということが一番大きいんですけれども、まあほぼ単一民族だったということですけれども、長い間でいろんな民族も同化同化していくわけですよね。まあ今回、外国人の労働者問題で、まあここにですね大きな亀裂が入るんじゃないかということが一つ、懸念事項としてありますから、そうならないようにですね、我々はしっかり目を光らせていかなければならないと思っております。しかし、まあいずれにいたしましても、昭和の時代から平成の時代、平成の時代の総括っていうのはまさに、混乱と、停滞の時代だったということで、その原因は述べてきましたけれども、それを踏まえた上で次の新しい時代を作らなければならないと思っております。今週は、今のサッシさんのほかですね、熊五郎さん、電気屋さん2通、キラクニネさん、トロッコさん、トラネコトラさん、それからミケネコさん、以上8通プラスいつものウッキーさんから2通のお便りいただきました。ありがとうございました。